令和2年8月に京成線沿いの崖から救出され、桜草笛の丘にやってきた崖の上のヤギポニョ。今年2月にはポニョが子供を授かったというニュースをお伝えしました。そして4月5日双子の男の子を出産し、ポニョがお母さんになりました。先に生まれたのは模様のある男の子、後に生まれたのは白い毛の男の子です。ポニョと赤ちゃんたちは現在桜草笛の丘で見ることはできません。一般へのお披露目は5月3日に桜草笛の丘で行われるさつき祭を予定しています。合わせて全国から募集した赤ちゃんたちの名前も発表予定です。お母さんになったポニョと赤ちゃんたちをこれからもよろしくお願いします。